宮崎フェニックスリーグ2023年10月15日西武山川穂高内野手31が待望の今季1号を放った写真「ドスコイ」復活フェニックス L 初回1・死一塁左翼声通ツランを放ちおなじみのポーズを披露した山川フェニックスリーグオリックス戦宮崎南郷スタジアムで15日 3番サードでスタメン出場し、初回1・1塁からツーランを放った。左翼席後方のネット直撃の特大弾。ベンチ前ではおなじみのドスコイポーズを披露した。今季は不祥事によって17試合出場止まり。1軍では62打席ノーアーチのままシーズンを終えていた。5月12日に出場選手登録を抹消され、 5ヶ月間に及ぶ三軍練習の日々を過ごしてきたそしてようやく与えられた実戦の場で手法の快音が響き渡った